皆さん、こんにちは。ということで、本日もね、やっていきたいと思います。で、今日はですね、まず、あのね、山本由伸特集的なところでね、えー、各、まあ、サイトなんかで、えー、いろいろとね、彼の記事が出ておりまして、まあ、内容はね、えー、結構被ってるんですけども、まあ、でもね、いっぱい彼について出ているという状況になってまして、そちらもね、後ほどご紹介したいと思いますけども、で、その前にですね、えー、昌平の話ですけども、 この前ですね、インタビュー受けていた時にですね、まあ、今のね、自分のスイング的には100%ほぼね、100%の状態になっていて、あとは人が投げる球ですよね、生の球と、マシーンでね、その速い球っていうところでやっていって、で、まあ、調整していくようなね、形でコメントを残しておりまして、状態としてはね、順調に来ているということだとは思うんですけども、その後というか、そのね、インタビューの中で、 打者としてですね、まあ、ラインナップに、どういうラインナップに入るかによってね、やることは変わってくるけども、ただ打者としてね、もう一段階、二段階、さらにっていうところで、まあ、まだ成長できるというかね、ステップアップしていけるような、伸びしろがあるというかね、まあ、そんな感じのことを言っていたんですよね。だから、まあ、あのね、まだ本人としても、 これ以上ね、もっとね、え、打者としても成長できるということはね、思っているということだとは思うのでね。まあそこもね、期待したい部分ではあると思いますし、まあ率も残りつつ、ホームラン王も取りつつ、でね、飛距離なんかもすごいっていうのはね、まあ見てきましたけどもね、さらに、まあどういう部分かわかりませんけどもね、そのホームランを打つという部分での、 本数的な確実性の部分とかね。まあ、本人としてもね、いろいろとまだね、やれるっていうところあるというね、話で考えてるわけですけどもね。それが何、何なのかはちょっとわかりませんけどもね。まあ、今シーズン以降もですね、バッターの部分、そして来シーズンからはまたね、ピッチャーも復帰するというところでね。えー、まあピッチャーの方もまだね、伸びしろはあるんだろうなと思うので、ここでね、また復活したときに、さらにね、二刀流としてももうワンステップ、ツーステップね。えー、まあ両方で。 えー、ステップアップできたらね、さらにもうすごいことになるのかなーなんてね、期待したいんですけどもね。で、まあそういうコメントもありまして、ラインナップのなんかね、話もあったので、昨日ですね、コメントで、昨日かな、えー、まあ4番に入る選手がね、重要になってくるなーっていうところでね、まあ昌平が敬遠されてしまうからというところなわけですけども、まあじゃあ、 今シーズンどういう形になっていくのかなーなんていうところでちょっとね、えー、個人的にまあそのコメントを見てですね、えー、考えたわけですけども、で、現状としてですね、予想されるまあラインナップですけども、相手ピッチャーが右の場合ですね、1番がベッツで2番がフリーマン、3番が翔平の4番がスミス、5番がマンシー、6番がアウトマン、7番がテオヘル、8番がヘイワード、9番がラックスというね、えー、まあこれもね、 えー、試合によって変わってくると思いますけども、現状のファングラフスの予想ではこういう形になっていると。で、まぁ、あ、翔平が2番なのか、フリーマンが 2, 2番なのか、まあここがね、入れ替わるような形になるのかなと思うんですよね、正直ね。ベッツはまあ1番なのかなと思いますし、まあもちろんベッツが休む日なんかは、えー、誰かがね、1番、まあ翔平が入るとか、いろいろとあると思うんですけども、基本的に2、3番の入れ替えで、あとはまあ 回もね、そうですけども、4番はスミスが打つのかなと思いますしね。その下もまあ結構変わってくると思うんだけども、右、左ね、ピッチャーの右、左でも変わってくると思うんですけども、基本はまあ後ろはスミスになるのかなっていうふうには思うわけですよね。で、その中でまあ、2番、3番っていうね、どっちがいいのかって話、あとはね、敬遠されるフォアボールが多いってい話は、やっぱりね、エンゼルスの時から見てると心配な部分ではあると思うんですよね。で、去年もですね、そのフォアボールの増加についてはね、 えー、お伝えしてきたわけですけども、もう一度ね、ちょっと見てみたいと思いますけども、これもファングラフスのね、えー、月別というかね、うん、月ごとのデータになりますけども、進行経営フォアボールってね、えー、出てます。一番右が進行経営ね、IBB。で、その左の BB っていうのがフォアボールなわけですけども、まあ、こうやって見ていくと、えー、現状、やっぱりね、6月に15ホームラン打ったわけですよね。 で、フォアボール自体は、えー、その、6月がね、21個っていうところで、やっぱりね、増えていって、その次の7月も22って増えていったんですよね。ただ、申告敬遠っていうね、部分に関して見ると、えー、6月はまだ2個だったんですよ。で、その後、9、6ってね、増えていったわけですよね。で、これはやっぱり、トラウトが抜けたとかね、いろいろとそういうのがあってからの、まあ、その申告敬遠、そして、まあ、フォアボール数というかね、まあ、その辺の増加になってくるのかなと思うので、 まあやっぱりね、後ろに誰がいるかっていうのと、まあ誰かがいなくなった場合の、またそこにね、置き換わるというか、えー、4番とかその後ろを打つ選手の、まあ質の部分っていうのがまあ変わってくるのかなと思うんですよね。それによってね。で、まあエンゼルスだとトラウト、そしてまあレンドンがね、4番にいて、トラウトは2番にいたと思うんですよね。大体は。で、シ平が3番と。 で、まあレンドンも、まあいい状態ではないけども、ただ4番にいて前半戦なのであれば、そこまで進行期限とかされなかったんですよね。ただまあレンドンもいなくなり、でトラウトもね、えー、まあ夏ぐらいでしたっけオールスターぐらいからいなくなっちゃったんだもんね。そうなってきてから、まあやっぱりその後入ってくる後ろに打つ人、前を打つ人っていうのが、やっぱりちょっとね、ダウンするっていうところで、まあ昌平を、と勝負するよりはね、 明らかに、まあ、歩かせた方が、明らかにいいだろうっていうことでね、まあ、ここでやるっていうところでも、やっぱり後半戦になるにつれてね、えー、やられたみたいなことはありましたから、まあ、そういう状況を作ってしまうと、そうなってしまうと。もちろん、将兵がそれなりにね、活躍していないと、そういう状況は生まれないけども、まあ、活躍しているとすれば、まあ、その周りがね、えー、将兵を歩かした方が、ね、全然、こう、確率としてね、違うだろうっていうような状況を作り出しちゃうと、やっぱり、 フォアボールとか、進行権は増えていくと。で、この一番その下の2行ですね、えー、前半戦後半戦みたいなことでね、ファーストハーフとセカンドハーフっていうことで見てもらうと、まあ、フォアボールの数なんかそのね、打席数が半分ぐらいなんだけども、まあ、後半戦がね、43。で、前半は48と、ここね、えー、倍ぐらい違うんだけども、まあ、後半はね、ほぼほぼフォアボール数としては5個しか変わらなかったわけですよね。で、進行権で見てもですね、 えー、最初のね、前半の半分は4つだけだったのが、後半17個になってるわけですから、やっぱりこれはね、トラウトとかがいなくなったっていうのがやっぱり大きいわけですよね。で、またね、打順の方を見ていくとですね、1番、2番、3番と去年打っておりまして、まあ2番の時がやっぱり18個っていうところでね、多かったわけですよ。2番打ってた時がね。で、これは多分トラウトが抜けて2番に行ったからとかっていうのもあると思いますしね。 まあそういう関係上で、まあ2番の時の、まあフォアボールと、え、深刻というのがまあ多いのかなと思いますよね。でまあ今年どうなのかっていう話でね、先ほどもこの打順をね、紹介しましたけども、まあさすがに去年みたいなことは起きないかなとは思うんですよね。まあもちろん彼がまず健康で試合に出て、 結構活躍するっていうことが、まあ起きなければ深刻権っていうのもまああんまり起きないんですけども、まあシンプルに活躍していると考えれば、えー、まあその時どうなのかっていう話なんですけどもね。まあね、スミス、マンシーっていうところがいてね、ヘルナンデスもいるし、まあ誰が後ろを打つかちょっとわかんないんですけども、状況に応じてね、あとはまあ、えー、その時の調子とかもあると思いますし、ただ、 まあ、誰かが調子悪いって言っても、次の誰かがまあ、それなりにいるような状況にはなってきますし、まあ、大丈夫なのかななんて、個人的には思っておりますけどもね。で、えー、フリーマンと、まあ、平のね、2、3番どうするかって話ですけども、まあ、だこれは、個人的には、大谷翔平の成績を上げるだけっていうね、えー、まあ、ゲームであれば、2番に置いてほしいなとは思うわけですけども、ただこれ、試合に勝たないといけないゲームなので、 ま、チームとしてどっちがいいかなんですよね。まあ、だから2番フリーマン、3番翔平の方がチームとして、まあ、例えば2番だと、フリーマンがね、状態がいいというか成績がいい。ただ3番にすると、まあ、2番の時より結構落ちちゃうってなると、まあ、フリーマンが2番の方がいいわけで。逆に、まあ、これエンゼルスの時もそんな感じだったんですけども、翔平は2番でも3番でも、まあ、2番の方がいいんだけども、3番でもそれなりにいいわけですね。 で、これ、まあ逆にもね言えることで、小平が2番の方が明らかに成績が良くて、3番になるとちょっと落ちると。で、フリーマンはまあ2番の方がいいけども、3番でもそこそこオッケーなのであれば、まあ逆になるでしょうしね。それはまあ、チームの状態によってにね、なってきますけども、まあやっぱり勝たないといけないんでね。まあそういう状況を見つつ入れ替えてはいくと思うんですけども、とりあえずはまあ、3番に入るのかなっていうところが言われておりますよね。で、結局3番に入りましたと。めちゃくちゃ打ちましたと。 で、進行敬遠とか、まあ、えー、フォアボールがね、多くなりましたと。ただ、ランナーには出ますと。でもって、後ろがう打つのであればね。まあ、それはそれでいいわけですし、まあ、これでランナー余計に出して結局点が増えているなって状況なのであれば、まあ、多分、勝負はされやすくはなるんですよね。 で先ほども言ったけども、とりあえず歩かしとけば、その後ろの方が明らかに打ち取れるよねっていう状況になっちゃってるから、まあ、えここでもやるのっていう状況になるわけですね。うん。去年よくあったけどもね。だけども、まあ、ドジャースで、まあ、明らかにそのね、他の人たちが調子悪くないのであれば、そこまでのことは起きないかなと思いますよね。もちろん、えー、まあ、多少はあると思いますよ。翔平が調子が良くてね。で、他の選手との差がまあまああったとして、 いや、さすがにここはっていうところのね、場面はあると思うんですけども、ただこんなところでもやんのみたいなことは減ると思いますし、まあ攻めとしてもですね、まあ明らかにフォアボールでいいや、みたいなのがね、多くなってきた去年の後半戦でしたけども、まあそういうところもね、まあもちろんフォアボールでいいやっていう攻めもあるでしょうけども、 まあ明らかにそこまでね、フォアボールでいいやっていうよりかはね、まあもうちょっとはマシな攻めになってくる可能性が高いんじゃないかなと個人的には思ってますね。ということになりまして、まあ昨日のコメントのですね、えー、翔平の後ろを打つのがね、 あの人がですね、重要になってくるねっていう話なんですけども、まあそれも含めつつ、あとは彼のね、打者としてももうワンステップ、ツーステップ上に行けそうだっていうのと、あとはラインナップによってね、まあやるべきことも変わってくるっていうのとね、まあそういうコメントありましたけども、まあ今年はね、そのラインナップっていうところも含めて、で彼もね、まあ打者に専念するのがいいようにね、働くのかわかんないんですけども、 ただ自分でもそういう風にね、まだいけるなっていう、まあ、伸びしろを感じてるわけですから、まあ、このラインナップに入って、でもって、それでどうなのかっていうのはね、えー、楽しみな部分でもあるし、まあ、ね、あのー、多分、去年の後半みたいな、なんでしょうね、見ていて、まあ、フラストレーションが溜まるような、そういう形は少なくなるんじゃないかなとは、えー、期待しておりますけども、でもって、さらにですね、ホームランも、まあ、そこそこね、えー、増えていくというか、打っていってですね、 で、まあ、チームが勝てばそれでいいということですよね。だから、決してそのフォアボールをこのドジャースの時にね、出してもらって、新行敬で出てもらってっていうところでね、ただその後ろが打って点が入れば、それはそれでいいんですね。うん。だから、まあ、それも含めてですね、えー、ドジャースのラインナップとしては、えー、去年とはまあ変わってくると思うのでね、まあ、えー、決してフォアボールで出て、 点がね、入れば、それは悪くないっていうね、感じで見てもらえばいいし、それが増えていけば、多分普通に勝負されるということが増えていくでしょうしね。彼のね、その成績自体もね、ちょっと、まあ、アップするんじゃないかなとは思いますけどもね。あとはその腕の状態というか、肘の部分でね、えー、手術したというところが、 まあ2回目のですね、リハビリしつつ、打者専念っていうね、感じの、まあ今季になりますので、まあ2回目なんでやりやすいかなっていうことも言ってますからね。まあそういうところも含めてですね、ちょっと、成績、そしてチームの成績。で、彼自身初のポストシーズン2っていうところでね、今シーズン期待していただきたいなと思いますしね、期待したいなと、個人的にも思いますね。っていう感じの、まあ昌平の話となっておりますね。 えー、ということですね。今日はいろんなね、ところで山本由伸特集ということで出ておりましてね。まあ、OC レジスターでアスレチック、えー、ニューヨークポストも含めてですね、その他も出てると思うんですけども、まあ、出ておりました。で、そっからまあ、OC レジスター、まあ、内容ほぼほぼ同じなんでね、ちょっと OC レジスターの方も見ていってですね、話していきたいなと思いますけどもね。今日は、えー、またブルーペンに入ったのかなで、翔平が後ろから見ているっていうね、ところが。 まあ、ドジャースのですね、X の方とかで上がっておりましてね。まあ、ドジャースのその SNS の方も、まあ、なんて言うんだろうな。昨日もですね、メディアについてちょっと話しましたけどもね、そういう記事が結構出てたので。まあ、でも、ドジャースのそのね、SNS、まあ、含めて、まあ、結構こう、日本への需要も、まあ、理解しつつなんかやってるかなっていうふうには若干思うんですけどもね。だから、それだけまあ、見ているだけでも、 なんかね、えー、もう満足するんじゃないかなっていう感じの写真とかね、動画とか、えー、げてくれてるような気がするので、まあそれで済むかななんて個人的には思ってますけどもね、それぐらいまあ、なんとなく、こうね、理解して、いろいろとやってくれてるような気がすると。まあたまたまね、もちろん、えー、大谷翔平山本義信がいてね、そこをこう写真撮ってるのはまあたまたまそういう形でね、もちろん注目されてるからっていうのあると思うんですけども、まあなんかそれぐらいなんかね、えー、需要が、 理解できてるなっていう感じには思いますけどもね。っていう感じの、えー、こともありつつ、まあね、皆さんフォローしてると思いますけどもね、してない方はそれでなんか足りるんじゃないかなって思いますね。で、えー、そのね、山本由伸特集ですけども、やっぱりですね、ユニークなところがね、結構あるということで、もちろんその、 身長がね、低いっていうところはね、えー、結構言われておりまして。ただですね、まあやはりね、その玉の質なんか素晴らしいねってこの前から言われておりますけどもね。そして、ロバーツ監督としてはですね、山本義信獲得をするっていうところでね、まあこの大きな契約については、オフシーズン、まあこんな感じになるとは思っていなかったということでね、タイミングもあると思うし、需要の一部だと思うというところでね、 まあやっぱり最初って、えー、170何ミリオンとかね、マークン超えから始まって200ミリオンいっちゃったねってなって、で300ミリオンになっちゃったので、当初やっぱりね予想してたよりは、まあだいぶ違うわけですから、まあそういうことだとは思うんですけどもね。ただこういうまあ需要と、で今期のタイミングと、で盛り上がってる感じと、あとは競合した相手がまあでかかったっていうのもあって、こんぐらいのね、金額にはなってきたのかなと思いますよね。 で、最近やっぱり言われているのが、えー、さっきも言ったけどね、背が低いっていうところもありますし、他のね、先発ピッチャーとこう並んでいたらね、みんなそ、ね、えー、彼より、まあ、だいぶでかいというところにはなってるわけでね。まあ、あの、ビューラーと並んでたらね、すごいちっちゃく見えるみたいなところもね、ありますし、えー、山本義信自身もみんな僕より大きいよということでね、えー、通訳をね、えー、返して話しているということでね。 まあ通訳の方決まったってこの前言いましたけども、まあその方の記事、まあどういう方かっていうのがね、えヤフーニュースかなんかに出てましたのでね、まあそちらも良かったら見ていただければなぁなんて思いますけどもね。そんなところでね、えー、まあ結構ね、背が低いっていうのはずっと言われてたけどサイズがないっていうのはね、今回もこの記事の中でも結構注目されていると。でトレーニングの部分ですけども、まあ、やっぱり彼はウェイトをね、避けて可動性と柔軟性にね、重点を置いているということで、 まあ、あの、やり投げとかね。あとは、えー、ちっちゃいボールというか、ちっちゃいボールっていうか、なんて言うんでしょうね。うん。中ぐらいのボールっていうのを投げたりとか、いろいろやってまして。まあ、そこはね、やっぱりユニークというか、えー、みんなね、やっていないというところなわけですよ。こちらの人たちはね、メジャーの人たちは。それをまあ、彼がやってるわけなので、まあ、えー、私たちがね、やっていない部分を彼がやっているから、そこから学ぶこともあるかもね、っていうのはね、ロバーツ監督も話しているということみたいですね。 ただこれもね結構言われておりましたけども、えー、登板隔な部分とかね、未知数な部分はやっぱりたくさんあるということにはなるので、まあそのボールの部分とか、えー、登板隔とかね、まあ移動とかも含めてだと思いますけども、まあその辺はやはりね、調整していかないといけない部分はあるのかなというところですね。で、あと今日ですね、えー、ミゲル・ロハスがですね、山本義信と大谷翔平に、えー、こうね、クラブハウスでこう、ワインをプレゼントかな。 ウェルカムということでね、プレゼントしたということで、山本さんのあの、インスタグラムかなんかには写真でね、メッセージのやつがこう、投稿されたということでしたけどもね。まあ、ロハス自身も違う国からこう来てね、まあ、慣れるのが大変だったとかっていうこともね、あるので、まあ、そういうことも理解しているから、まあ、違う国からね、今年来た選手と、 あとは違うチームからね、来た選手と、っていうところでね、ウェルカムということで、まあ、えー、チームの中のね、雰囲気づくりというか、リラックスして溶け込んでもらうようにっていうことでね、えー、プレゼントしたということらしいですね。で、まあ、ロハスとしてはあなたの後ろでプレーできることにね、興奮しているということでね。 まあ彼を後ろを守るね、時があるかもしれませんからね。それ興奮しているよということでね。まあこちらはいい、なんて言うんでしょうね。えー、ことをしてくれたというかね、素晴らしいことをしてくれたという感じでしょうかね。あとはですね、ちょっと別の話になりますけども、えー、ローテーションの話ということで、まあドジャースとしては韓国での開幕戦が控えておりますけども、やっぱりそこにはですね、先発投手は完全に出来上がってはいないという予想になりますので、 まあ多分先発投手は投げるんでしょうけども、誰が投げるかはまだ決まっていないと。ただその後ろに2、3イニング、えー、違う人が入ってということで。まあだから先発投手もね、そのオープナー的なところで、まあ多少のイニング行って、で第2先発が来てっていう感じの試合展開になるのかなっていう印象でしょうかね。まあそういうことみたいなので、 まあ誰が投げたにしろ出来次第で、えー、まあ例えば最初にイニングがサイニングでリリーフの方が一定とかね、もしくは、でその後ろにねもう一人先発候補の若いのをね、えー、挟んで、でまたリリーフって感じになっていく可能性があるのかなというところでしょうかね。 という感じの、まあ、えー、開幕戦はそういう形のピッチャー起用になるんじゃないかというところですね。えー、そして山本義信記事のですね、ニューヨークポストの方ですけども、メッツ・ヤンキースを退けね、ドジャースへ入団したということになりまして、 で、まあ、やっぱりね、ここでもサイズが言われているわけですけども、確かにね、ペドロさんとかは、あとはリンスカムとかね、えー、体格がまあなくてもですね、活躍した選手はいるんだけども、まあ、身長が180以下ですかね、の選手の中で、まあ、どれぐらいこう活躍した選手を頭でこう思い浮かべて並べられるかなって考えたときに、まあ、そこまではね、やっぱり出てこないだろうっていうところですよね。で、昔だったらやっぱりそのね、スカウトするというか、 ま、例えば、ドラフトレスカウストをするときなんか、そのサイズでね、まあ弾かれちゃったりとかっていうこともやっぱりあるわけですよね、おそらくね。まあそれがなんか当たり前な感じにもあったし、あとはトレーニング方法もね、えー、まあ違うことやってたらどうのっていうのもやっぱりね、えー、思われる部分はまあ前だったらあったんでしょうっていうところもあると思うんですよね。ただ現状ね、別に、それで結果を出しているからドジャースとしても、 まあ別に違うことをやっていたとしてもね、それを尊重して、まあ今もこう、なんていうんでしょうね、えー、そのスペースを与えて自由にやらせているような状況ということみたいなので、まあそういう面で見てもね、やっぱり日本の実績っていうのがあるからね、えー、まあそういう形でこう捉えてもらえるのと、あとはデータの時代になったっていうのがまあ、えー、彼にとっては良かったのかもしれませんよね。こんだけデータをね、見てっていうところで、 だからデータでこうね、今、えー、全部の情報が見れて、それを元に、活躍できるかな、できないかなっていうのは予想されているわけですけども、まあ昔だったらもうちょっとデータも取れなかったろうし、まあ細かいデータまでは取れてなかったんでしょうから、サイズがどうのとかね、いろいろな部分で、まあその最高額っていうところまではね、いかなかったのかもしれない。昔の時代だったらね。ただ今はもう、本当にね、データがこうね、確実にあるので、それを見て、 まあ目では見えないこのね、えー、移動している段階でのまあ状況とか、まあどこで変化して手元のどの辺で曲がるとかね、まあそういうのもいろいろと含めて、えー、この選手はね、活躍できるだろうっていうのをね、まあみんながこう思ったからこんだけ高くなって競争し合ったわけですよね。ということなので、まあそのサイズはね、やっぱり言われているしね、えー、まあいろいろと、 まあ、当番感覚の部分も言われているけども、持っている球自体はやっぱり、えー、素晴らしいものがあって、だから、えー、みんな活躍できると思ってこんだけね、出してきたということにはなっているんだろうというところですよね。で、まあ、やはりこの若さもあるのでね、えー、すごいいい時期を、まあね、えー、いい形でね、契約できるわけですから、それもね、相まってこういう形にはなったのかなという話ではあるかなと思いますよね。ただまあ、やっぱりね、この期待値はでかいですからね、正直。 で、やっぱり慣れるまでの時間が必要だとかね、いろいろとね、分かってるわけですけども、まあ出だし、うん、この開幕しての入りが、まあ状態が良くないと、まあすぐにいろいろと言われていくっていうのはまあ予想はされるので、まあもちろんね、慣れが必要だっていうのは分かってはいるけども、ただそういう感じにはなってくると思うんですよね。だから決してまあそういう状況になっちゃっても、まあね、トータルしてシーズンで良ければいいので、 まあそれも本人は分かってると思うしね。まあそういうことなので、まあ最初もしね、ちょっと出だし悪かったなって思ってもね、心配しないで、えー、シーズン見守っていけば、まあ慣れていってね、えー、戻していくと思うのでね。もちろん、えー、開幕からね、全然いい形で行ってくれたらいいんですけども、まあもしそういう状況になっちゃったとしても、まあそこまで心配しないで大丈夫かな、なんていうふうには個人的には思っておりますけどもね。あとはまあ慣れていって、まあこの先長い契約があるので、 まあその契約内しっかりとね、仕事ができるようにっていうところの、まあ最初のね、スタートのシーズンになるのでね、まあちょっと重要ではあるかなと思いますけどもね、まあ焦らずにやってもらいたいなとは思いますけどもね、という感じで今日は山本吉信特集みたいなのがね、たくさん出ておりましたのでね、ちょっと紹介しました。 え続いてですけども、パドレスもですね、韓国開幕戦がありますから、同じようにね、開幕というか、スプリングトレーニングの開始が早まっていてですね、まあ今日ダルさんとか、松井さんとかのね、情報も出てきておりますけども、松井ゆきさんね、インタビューというか、まあ初めてのこのコメントを出したというかね、その時の、まあ英語とね、スペイン語ですか、まあ両方を駆使しつつ、 えー、何も見ずにね、こう堂々と喋っていたということでね、素晴らしいということで、えー、結構ね、出ておりましたね。まあ僕も見ましたけどもね、本当に堂々とね、ずっと喋っててね、本当に素晴らしいなと思いましたけどもね。だからやっぱり、こう、メジャーに行くっていうところでもね、えー、元々準備して、こう、英語とかもいろいろとやってたのかね、うん、とは思うんですけども、 まあでもそれにしてもこんだけね、えー、長いことをこう何もしないで、何も見ないでというかね、なんか自分で話す。まあもちろん、シンプルにね、こうそういうレベルでも喋れるのかもしれないし、まあ言うことをね、ちゃんと暗記していたというかね、わかんないけどもね、そういう形なのかもしれないので、まあ質問されてそれを聞いて、まあ喋るっていうところはまた違うのかもしれませんけども、それにしたってね、 え素晴らしかったのかなと思いますよね。という感じで、えー、まあしっかりとこちらに来る準備もいろいろとしつつ、えーねまあ、出だし、まあ、メディアに対しての出だしはかなりの、えー、高スタートだったのかなと思いますのでね。 ま、ここからまた落ち着いてプレイしというかね、調整して、ま、開幕を迎えてほしいなというふうには思いますね。えー、そして USA TODAY の話になりますけども、ヤンキースがね、トレードの部分で、まあ、シース、そしてブルワー,ーズのね、バーンズっていうところで、まあ、トレードの話はしておりましたけども、まあ、えー、決まっていない状況で、まあ、なぜかっていうとですね、両チームともスペンサー・ジョーンズを入れてくれということをね、言っていたらしいんですね。 え、ヤンキースのですね、プロスペクトの外野手なんですけども、まあ、左ジャッジみたいなね、えー、ま、そんな感じの打ち方でもあるという形ですが、まあ、えー、彼をね、やっぱり欲しているみたいなんですよね。ただ、ヤンキースはそれを拒否していると、だから彼をもうそのまま育てて評価してるんでしょうね。いずれはま、ドミンゲスと彼がいて、ジャッジが外野にいて、で、ジャッジがま、その、年取ってきたら DH に行って、みたいな感じになるのかなっていうのを思い描いているというか、 まあ、メジャーで出てくるっていうね、評価をしているんでしょう、おそらくね。ということなので、まあ、彼を出すのは拒否していると。もしくはね、まだ出し時じゃないというか、まあ、もうちょっと例えばね、このトレードデッドラインね、今シーズンの、そこでまあ、何かを得るために出すっていう場合もありますから、まあ、そういう出し時じゃないのか、もしくは自分のチームでね、えー、試合に出るというか、将来的なね、選手として出るっていうところを考えているのかもしれませんけども、 ま、どっちにしろ今の段階のトレードでパッケージに入れるのは拒否しているということらしいのでね。まあ、それを入れてれば、シースとかバーンズとかね、手に入ったかもしれませんけども。ただ、シースも2年保有。で、バーンズは今年だけですからね。まあ、そう考えるとそこまで出せないっていうことでもあると思うんですけども。まあ、とりあえずそうやって拒否しているので、ま、トレードはまとまっていないよというところみたいですね。ヤンキースとしてはね。 ただシースのトレードに関してはなんか、まだね、えー、模索はしているような状況でもあるらしいんだけども、ただね、結局スペンサー・ジョンズは入れないと思いますのでね、決まらないのかなとは思いますけどもね。えー、続きましてトレードルーマーズですけども、アストロズですね、カイル・タッカーに契約延長オファーを出す予定だということらしいですね。で、これはまあブレグマンも含めてそんな予定らしいんですけども、ただトータルで言っちゃうと、 まああの、アストロズのコンフォートゾーンの契約にはならないだろうということなので、まあアストロズとしてもそこまでのでかいね、契約を結んだことがないという状況の中で、まあこの前ね、えー、アルトゥーベット延長しましたし、で、他の選手もね、延長オファーは出すけども、多分他のクラブより金額が高くなっていくことは、まあ考えられないというかね、アストロズがやってきた現状を見れば考えられないというところなんですよね。 ただ、それを飛び越えてキープしたいと言ってね、えー、まあ競争してくるかもしれませんけども、まあ今までの感じを見ると、まあちょっと無理じゃないかっていう話でしょうね。というところなので、一応まあブレグマン、そしてタッカーにも多分オファーは出すんでしょうけども、 おそらく出ていくことになるんじゃないかなという予想がされるという形かなと思いますね。続いてですね、マーリンズとツインズがトレードということで、ニック・ゴードンとスティーブン・オーカートをトレードということになりましてね。マーリンズにニック・ゴードンが行きましたと。 まあ彼も内野外野ということでね、まあ UTT 的なところでいけるのかなと思いますし、まあマーリンズとしては内野州がちょっとね、えー、控えも含めて欲しいなんてことも言ってたから、まあその感じでトレードになったのかななんていうふうには思いますけどもね。でまあゴードンもドラフト全体5位ですかね、2014年、ね、ということで、まあかなり期待はされてたような気がするんですけども、まあデビューもちょいちょい遅かったのかななんて思いまして、まあ今ももうそれなりな年齢になってんだよね。ただまだ、 朝調停権がね、何年かあって、2027年までかなはあるのかなということなんで、まあやっぱりね、デビューが遅かった分、そういうことにはなってきますけども、まあマーリンズとしてはそういう形でね、内野州、県外野州というところでね、獲得はしたのかなというふうには思いますね。で、あとは、ナショナルズがですね、c j エイブラムスとの契約延長をね、まあ模索しているかという話ですよね。まあなかなかね、ナショナルズもやって、 っていかないような現状ではあったけども、他のチームは結構やってますからね、将来の、まあ若手に対して、もう先に延長、まあデビュー前も含めてね、っていうところでやってますし、あとは、えー、最近だとボビーウィットがそうなりましたから、まあエイブラムスも結構ね、注目の内野手ではあると思うので、で、もともとはね、パドレスのトッププロスペクトだったと思うんですけども、えー、外のトレードですかね、で、ナショナルズに行っているということになりまして、まあ現状でもまだ若いんですけどもね、 ま、ここからまたね、ワ、え、ン、ー、ステップ、ツーステップ、成長していけば、そういう形の候補にもなってくるかなと思いますので、ねえー、彼の、ま、活躍にも注目したいということにはなってきますね。で、あと、パイレーツがヤズマにグランダルと契約ということで、えー、保証的には2.5ミリオンですかね。で、あとはインセンティブもありますよというところですね。まあ、ドジャースにもいましたよね、うん、グランダルね、ということだったと思いますけども、えー、今回は、 パイレーツと契約ということになってますね。で、あと最後は mlb.com ですけども、多くのクラブがシンダーガードとロレンゼンに関心をね、示しているということでね。まあやっぱりピッチャーが足りない、そしてそれなりに、えー、お買い得というか、あんまり高いとこじゃなくても、えー、獲得できるという候補の中では、えー、シンダーガードそしてロレンゼンが関心を集めているんではないでしょうかというところですね。あとはですね、諸、え、市、ー、さんによるとパドレス、パイレーツ、ツインズ、カブス、レイズ、 が、ローテーションの厚みを持たせることに興味を持っているということなので、まあ、この辺が候補にはなってくるのかもしれないね、というところですよね。まあ、シンダーガードをね、レイズなんかどうなんでしょうかね。まあ、わかんないけど、名前はが、あのね、厚みを持たせる候補で、シンダーガードに興味を示しているかわかんないんですけども、ただ、復活させるという部分では、ちょっとドジャースはね、そうはならなかったんですけども、レイズどうでしょうか、というところでね、 ま、なんとなく、えい、ー、けんじゃないかなと思いますけどもね。まあ、そういうところのチームの方がいいと思うんだけどもね。まあ、どこに決まるかわかりませんけども。えー、シンダーガール・ロレンゼンが関心をね、結構集めているというところで、えー、今日はね、これで終わりたいかなと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、X のフォロー、コメントよろしくお願いします。で、おります。ということでね、こっから雑談ですけどもね。えー、まあ、ちょっとね、あのー、 部屋の中というかね、いろいろとこう探してたらですね。まあその本を探してたわけじゃないんですけども、スラッカーのね、2018年のとかが出てきまして、2018年って言うと、小平が行った年ですもんね。いやー、なんかまだちょっと細いかな、みたいなね、写真ですけども、ちょっとね、表紙のとこ載せておきますけども、まあ、そんな感じでね、なんか懐かしいものをね、見つけましてね。 で、これはね、プレイヤーのなんて言うんだろう、ランキングみたいなね、現役選手のランキングみたいなのが載っててですね、まあ、もちろん翔平特集もあるんですけども、まあ、プレイヤーランクトップ100、2018年っていうことに載っててね、1位がトラウトっていうことになってますね。で、あとはね、2位がアルトゥーベ、3位がシャーザー、4位がカーショー、5位がクリス・ブライアントということでね、まあ、やっぱり時代とともにね、まあ、この順位でも今でもね、結構上位にいるだろうという選手もいるし、 ちょっとまあ落ちちゃってるよねっていう選手もいますよね。で、6位がボットで、7位がアレなどで、8位がクルーバーということでね、えー、クルーバーはまあ引退することになったと。で、9位がセールで、10位がベッツということなんでね、まあベッツはもっと上だろうとね、今だったらね。で、11位がハーパーで、12位がリンドアとか。で、あとは15位にね、ドナルドソンがいたりね、うん、そんな感じで歴史を感じるようなランキングになってますし、えー、18位がスタントンで、 19位がジャッジということでね。まあ、ジャッジは今だったらもうちょい上だろうしね。あとはまあ引退もね、えー、前にもう、だいぶ前に引退している選手も含まれているし。あとはフリーマンが24位にいたりね、えー、しますし。28位がレンドンですかね。まあ、レンドンはだから2019年が良かったんだっけ。2019ですかね。うん、だからま、まだちょっと、ランク的には上がり始めだったのかななんて思いますけどもね。 まあそんなところでですね、懐かしいものが出てきたということでちょっとね、お話ししましたけどもね。まあでもやっぱり、ね、2018年、あのー、これもね、結構何回も話してるけども、結構まあ個人的には盛り上がったんですよね。大谷翔平が行って、まあ結構活躍したっていうことでね。 だからまあね、今と比べちゃうとっていうのは全然違うんでしょうけどもね。でもこれでもやっぱ特集されてるしね。うん、その他の、えー、これが今7月号かなんかなんですけど、9月のでもね、大谷翔平完全復活へのシナリオっていうことでね、えー、まあ、またね、特集されてるので、やっぱり注目されてたし、まあ、個人的にはやっぱね、勝ってたんだなと思ってね。うん。まあ2018年ね、5年前とかですからね。 まあだいぶね、前のやつが出てきまして、あとは一郎さんのね、2016年のとかも出てきてね、いや、懐かしいなーなんて思ってちょっと、えー、見ててね、紹介したんですけどもね、まあ、そんなところの雑談に今日はね、なっておりますね。えー、今日はまあだからこれぐらいで終わりたいかなと思います。